シールジュ&イエリア、青春映画、X10、男女主人公にキャスティング、今月末クランクインへ。写真イコールマイデイリー DB 俳優チールジュとイエリアが映画、X10、課題、で共演する。本日、19日、二人の所属事務所キングコングバイスターシップは、し、イルジュとイエリアが映画、X10 の男女主人公にキャスティングされた。今月末、クランクインする予定だ、と伝えた。続いて、個性派二人の共演に、期待と関心を寄せてほしい、と伝えた。本作は、障害者のアーチェリー選手と閉所恐怖症を患っているロボット工学の生徒の成長を描く明るくはつらつとした青春映画だ。脚本と演出はイジャンヒ監督が務める。チールジュは小さい頃、心の傷によって閉所恐怖症を患うことになったロボット工学の生徒フイソ役で、イエリアはチェリストを夢見る才能のある学生だったが、予期せぬ事故によって下半身麻痺になってしまった障害者のアーチェリー選手ヘジン役に扮する。二人はそれぞれの傷や痛みを通じて乗り越えていく姿を描いていく予定だ。これまでチールジュは、多様な作品とキャラクターを通じて幅広く安定した演技力で好評を得てきた。イエリアも作品ごとにキャラクターを魅力的に表現し、視聴者の心をわしづかみにしてきた。テレビドラマで注目を集めていた二人の共演にさらに期待が集まっている。